興味あった人もいるんじゃないでしょうか。どうですか？最速70分で充電しきることが可能みたいです。これめちゃくちゃ安くない？はい、どうも宮田です。今日はですね、ちょっとテンションが高いというか、個人的にむちゃくちゃ興味のあるネタなんですけど、こいつわかりますか？見て。ポータブル電源って言われるものなんですけど、今回そのポータブル電源のメーカーのエコフローさんから、案件としてご依頼いただいて紹介してほしいっていうことで、動画を作っているんですけれども、僕はね、以前 X にもポストしたことがあるんですけど、このポータブル電源で今こっち側にちょっと用意しておりますけれども、スタジオ用のモノブロックストロボっていうのが動作するのかどうかっていうのにも非常に興味がありましてですね、ちょっと個人的に試したいなと思ってたんですけど、いかんせん知識がなさすぎてですね、この電源っていうものに対しての、動作するのかどうか、そもそもこういうのがね、動くのか、ストロボってちょっと特殊だと思うんで、動作するのかどうかっていうところと、あとはその動作させるにあたってどんぐらいの容量のものを買ったらいいのかみたいなのが全然わかんなかったので、ちょっと手を出せてなかったんですけど、今回このエコフローさんから連絡いただいて、ちょっと検証というか試す機会が得られたので、ちょっと楽しみな動画になっております。話もらった時っていうのは、こう撮影、外に撮影に行った時の、なんか利用用途だったりとか、例えば星を撮りに行ったりとかね、外撮影の時に生きるポータブル電源みたいな感じで紹介してくれないかって言われたんですけど、いかんせん僕が外に出ないもので、で、僕の興味あったそのストロボっていうのが動作するのかどうかっていうのはどうですかみたいな話をしたら、そのネタめちゃいいですねっていう反応をいただいたので、今回こうやって撮っていってます。なので、動画の最初の方でこのポータブル電源っていうものがどういうものなのかとか、このエコフローさんの今回提供いただいた製品っていうのがどういうものなのかみたいなのを説明するんですけど、後半でこのストロボが動作するのかとか、あとはその利用価値っていうのがどういうところにあるのかみたいなのを、僕なりの考えで、お話ししていけたらなと思っておりますので、ぜひ最後まで動画を楽しんでいただけたらなと思っております。興味あった人もいるんじゃないでしょうか。どうですか？僕はめちゃめちゃ興味あったんで、ぜひ楽しんでいってください。はい、ということで、じゃあ早速動画の内容いきましょう。レッツゴー。はい、ちょっといつもと違う環境で撮ってるんで、ちゃんと撮れてるのか不安なんですが、大丈夫かな。撮れてるよね。ここに出してるストロボとか、あとでこの今使ってる LED とかも、ちょっとこいつで駆動させてみてどうなるのかっていうのを、説明していきたいと思うんですが、まず最初にね、これ、これ真ん中に持ってきましょうか。今回提供いただいたのがこれ、エコフローさんのリバー2プロっていうポータブル電源になります。スペックとかが難しいんで、ちょっとメモしたやつを読んでいきますが、容量っていうのが 768Wh になっています。簡単に言うと、ちょっと間違ってたら、詳しい人訂正お願いします。100W の電源が必要というか、動作に電力を必要とするものを動かした時に、768÷100 なんで、だいたい 7.6 時間ぐらい動くぐらいの電力が中に入ってるみたいな感じみたいです。なんですけど、これ今ここに出してるの QT400 っていう3っていうね、ストロボなんだけど、ストロボって消費する電力とか、なんて言うんだろうな、引っ張ってくる電力みたいなのの予想がつきづらいんで、単純にどんぐらい光るのかみたいなのは後でちょっと実際に試しながら説明していけたらなと思っております。はい、あとはこの中に入っているバッテリーの種類なんですけど、リン酸鉄リチウムイオン電池っていうものになっていて、電気自動車とかにも使われる安全性の高いものになっているようです。ちょっとここ電源入れるか。こんな感じで電源が入ります。入ってる？ちょっとそこから見えるか分かんないんですけど、後でインサートでいろいろ動画撮って、差し込みたいんですけど、今残ってる電力容量と、電源挿して駆動させた時の残り時間、動作の残り時間とか入出力のワット数みたいなのが表示されています。ちょっと順番前後しちゃった。これの寿命っていうのが3000回まで充電して繰り返し使用することができるみたいです。その3000回っていうのの基準が 80% 以上の容量を維持するっていう状態みたいなんですけど、1日1回とか充電しないと思うんだけど、したとしても10年近く持つのかなっていう感じです。十分じゃないですかっていう感じで、これ重量に関してなんですけど、これってことはなくて片手で持ち上がるぐらいです。 7.8 キロになっていて、ポータブル電源ってめちゃめちゃ重いイメージだったんですけど、すごいバランスのいい重さかな、重さというかサイズと重量感と、持ち運びもできるしみたいな、電車とかで持ち運ぶとかはちょっとあれだけど、
まあ、車に積んどいてみたいな、現場に持っていくみたいなのは全然できる感じですね。 7.8 キロってあのジェネレータータイプのストロボの重たい系のジェネはこんぐらいの重量なんじゃないかな。もっと軽いのもあるけど、うん、重いやつだとこんぐらいの重さもあるでしょうっていう感じです。はい。で今ここに、ポートがいろいろあるんですけど、これ寄ってみるか。はい、こんな感じで今寄ってみましたけど、出力っていうのが、まあ、ここに一番目立つところに AC 電源が4つあります。4つ。あとはここに USB-C のポートが1つあるのと USB Type A が3つですね。でここにシガーソケットの電源があります。まあ撮影関連でいうとあんまり利用用途は見出せないですが、まあなんか車載用のいろんな器具が使えたりしますね。あとはその下に DC のソケットがあって、 DC 電源っていうのも取り出すことができます。で各出力の細かいところっていうのは、まあ使用書見てもらったら分かると思うんですけど、まあ USB-C が最大 100W、 USB Type-A が各ポート最大 12W、 DC の出力っていうのが最大 126W っていうものになっています。でこの AC っていうのが、まあここが今回試していく内容でいうと結構重要で、AC 電源に関しては合計 800W の出力に対応しているっていう形になります。でこのエコフローさんの、製品で特徴的な機能があるんですけど、 X ブーストっていう機能があって、まあ基本は 800W までなんですけど、まあ、800W を超えるドライヤーとかそういう家電も、1000W までなら使用できるみたいです。まあ理屈としてはあまりよく分かってないんですけど、まあなんかその 1000W で駆動するものを 800W にちょっと落として使うみたいな、動作は一応させられるよみたいなのが X ブーストになっています。まあ基本これは常時オンでいいみたいです。で、今回試していくここにあるね、あのこれか QD400、 まあ 400W セカンドの、光量なんですけど、まあ必要な電力っていうのはちょっとよく分からないと。で動くかどうかっていうのは後で試すんですけど、まあ単純に考えたら 400W 2発で 800W、まあ、ギリギリなのかなみたいな感じなんですけど、まあそこに関してもこの AC が、サージっていうのが 1600W になっていて、サージって何かっていうと、それを超えると、もう電力遮断するみたいな、オーバーロードというか過負荷になっているので、瞬間的な電力っていうのが 1600W を超えると、シャットダウンするみたいなのがサージなんですけど、まあ 1500W ぐらいで瞬間的な電力引っ張ってくるぐらいだったら問題ないっていうのをあの教えてもらったので、まあちょっとそこの動作含めて、後で試していきたいなと思っています。ちなみにここの AC 電源は純正電波っていうのになっていて、この交流電源って壁から来てるのって正電波っていう、こう綺麗な波になってる状態の電源なんですけど、まあ、安いポータブル電源とかだと区形波って言われるものだったり修正正電波っていうもので、まあ電源としてあんまり良くないと。中に入ってる直流の電源を出すときにインバーターというか変換するのの質が良くないと、波がね滑らかじゃないとかってなると、動作させる機器っていうのに影響を与えたり、まあ最悪壊したりすることもあるみたいなんで、まあ制限波っていうので出力されてるものを選ぶといいと思うし、エコフローさんのポータブル電源は純制限波になっているみたいなので、この辺も安心して使えるのかなと思います。はい、あとはじゃあこうやって使う電気をどうやって充電するかっていう感じなんですけど、4つ充電方法があるのかな。1つ目が一番馴染み深いここの USB-C のポートですね。ここからの充電ができます。さっき出力にも使えるって言ったんですけど、この入出力を兼ねてるみたいで USB-C の端子から充電することもできます。で裏面見てもらうとこんな感じで端子があるんですけど、こっち側のオレンジ色の端子を使って付属のこういったケーブルを使用して、車のシガーソケットの電源から充電することもできます。でちょっと僕今持ってないんですけど、もう一つが、まあ、同じこの端子を使って充電するんですけど、ソーラーパネルっていうのが売られていて、そのソーラーパネルもこのオレンジ色の端子に接続して充電することができます。はい、で今3つ紹介したんですけど、最後が、まあ、一番オーソドックスな AC 電源での充電になります。これがむちゃくちゃすごくて、今説明した3つソーラーパネルとかシガーソケットとか、あとは USB-C での充電とかっていうのはだいたい9時間ぐらいかかるんですよ。ソーラー電源は多分天気が良ければもうちょっといいみたいなんですけど、9時間ぐらいかかると、まあだいぶかかる、気長に充電する必要があるかなっていう感じなんですが、この付属の AC
ケーブルを使って充電すると最大900ワットまで入力することができるみたいで、この768ワットアワーっていうのはポータブル電源の中で言うとまあ真ん中ぐらい、別に少なくもないしバカ多くもないみたいな感じなんですけど、まあ使用上まあ一番使いやすいぐらいの容量なんじゃないかなって感じのポータブル電源を、最速70分で充電しきることが可能みたいです。半端ねえな、マジですごいなと思うんだけど、この容量だってカメラのバッテリーとかですら1時間とか1時間半とかかかるんだよ充電。マジですごいなと思うけど、まあ、900ワットで入力してやると70分で充電できるみたいです。ちなみにこれは、まあ、電気詳しい人は大丈夫だと思うんですけど、詳しくない人は付属のこれちゃんとねエコフローリバーシリーズ専用って印字されてるケーブルタイがついてるんですけど、まあ、これを使った方が安全だと思うし、あの説明書には壁から直接取ってくださいと、壁の AC 電源から直接取ってくださいという、説明がありました。まあ、900W 余裕で引ける、まあ、ケーブルとか電源タップとかっていうのが分かるんだったらいいと思うんですけど、まあ、結構な電力なんで、まあ、安心して使いたい人は壁から引っ張ってくる必要があるかなっていう感じです。はい、あとちょっとだけこいつの説明して、まあ、実際に試してで終わろうかなって感じなんですけど、ポータブル電源って当たり前ですけどこの中に電気が溜まっています。ですごいエネルギーの塊だと思うんですけど、このエコフローさんのポータブル電源に関しては BMS っていうシステムで、バッテリーを管理しているみたいです。バッテリーマネジメントシステムっていうのが BMS っていうらしいんですけど、電池の電圧とか電流とか温度までちゃんと監視して、まあ安全に使用できるようにしてくれているみたいです。まあ本当にポタ電僕全然詳しくないので、あの難しいことはわからないんですけど、この間話したバッテリー関係の話でもそうですけど、やっぱりエネルギーの塊なんで、まあ僕はこういうバッテリー自体には結構あの気をつけるというか、少なくともちゃんとしたブランドのものを使用した方がいいと思うんですけど、まあエコフローさんってポータブル電源の中でむちゃくちゃ有名だし、まあ他のものに比べたらよっぽど安心して使えるのかなっていう印象です。うん、あとはですね、この製品の特徴というかエコフローさんの製品の特徴なんですけど、 EPS っていう機能があって、 UPS って聞いたことありますかね、無低電源装置っていう、例えば家だとブレーカーが落ちて、まあ家中の電源っていうのが一旦止まったりした時に、その UPS っていうのを例えばパソコンとかに繋いどくと、まあ1分とか2分とか電源切れずに耐えてくれるっていう、まあ、だからその、まあ、急に電源が落ちても安心だよみたいな機器があるんですけど、まあそれに似た機能で EPS っていう機能があります。でその EPS っていうのも電源の供給が切れた時に自動でこのバッテリーでの駆動に切り替えて、まあ、電子機器みたいなのを使用し続けられるみたいなものなんですけど、 UPS っていうのはもう0ミリセカンドで切り替えるみたいなんですよ。でこの EPS っていうのは30ミリセカンドっていう、まあかなり短い時間なんだけど、それでパッと切り替えるみたいな機能があります。なんでパソコンとかそういう精密機器には使用できない、さっき言ったね UPS みたいな使い方はできないんだけど、まあ照明とかつないでるものに関しては電源の供給が切れたとしてもすぐに切り替えて使用を続けられるみたいな仕様になっているみたいです。あともう一つだけ、特徴的なのを紹介したいんですけど、エコフローのアプリがあって、これ開いてやると、まあ、こんな感じで接続しているエコフローのねポータブル電源が出てきます。これちょっと画面この辺に出しておきますけど、これで実際に使用しているときはこの入力とか出力とかのリアルタイムでのね動作状況っていうのが見れたりとか、あとは AC とか 12VDC っていうのをここでオンにしたりすることができます。これオンにしてから使用してやる必要があるんですけど、まあこういうのができたりします。あとはまあこんな感じで設定項目があるんですけど、さっき言った AC の充電スピードみたいなのを最大 940W っていうところから、まあどんぐらい使うのかみたいなのを設定することができます。まあここで絞ってやれば別に電源タップとかいろいろ挟んでも問題ないと思うんですけど、まあ絞ってやると時間がかかるようになっちゃったりとかね、まあ X ブーストモードの動作状況とか、まあそういうのが設定できるようになっているし、あとはファームウェアっていうのの今これ最新バージョンですけどアップデートができたりとか、ユーザーマニュアルっていうのもここで開いて確認してやることができるので、まあ取説持ってなくても安心みたいな、結構使いやすい感じですね。あとはねこのホームページのスタイルっていうのこれ変えてやると2つあるんですけど、さっきのホーム画面とちょっと違う感じの画面になったんですけど、まあここでも入力出力が確認できたりとか、まあ単純に見え方が違うだけなんですけど、まあ割と見やすい、結構ねその電源の
あの入出力 の, あの動作電力みたいなのを確認するの楽しいんで、僕は楽しいんで、あの実際使ってる時に見てたりします。はい、本体の説明でかなり時間を食ってしまったと思うんですが、いよいよここから実際に試していきたいなと思います。まあまあまあ、みんな興味あるでしょう、このストロボをまずちょっと使ってみようかな。でここがさ、3ピンさせるようになってるのがいいよね。この2ピンに変換する、こういうプラグとかもなしでここに直でさせるので、ちょっと2つ刺しますね。うん、でこのここにね AC のオンオフのスイッチがあるんで、ここをつけてやります。はい、あ、電源入れたままだった。ちょっとこっちにしようかな。まずちょっと眩しいっすね、これ。こんな感じにしとくか。画面映したい。うん、こんな感じ。今光量 7.0、分数表記の方が分かりやすいか。これでいきましょう。今8分の1発光の状態で、プロップにしていて、モデリングっていうのが、今 27W、 こいつでも撮っとこう、こいつでリアルタイムで一緒に撮っとこうかな。今8分の1発光のプロップで、モデリングライトっていうのが 27W で動作しています。ちょっとモデリングライトを一回 100% で動作させてみますが、うん、50Wセカンドで安定していますね。うん、こんな感じです。でとりあえず1灯でちょっとモデリングライトプロップに戻しますが、発光させてみます。コマンダー使おう。とりあえず今最初の設定で8分の1になってたんで、このまま発光させていきます。いきます。うん、余裕で光りますね。消費電力っていうのは、あの本当に瞬間的な多分電源引っ張ってきてるんで、そんなにここで計測っていうのがちゃんとリアルタイムできっちりできるわけじゃないんですけど、まあ全然余裕がありそうな感じですね。でちょっと光量を1分の1にしていきますね。まず1灯です。1灯だけいきます。余裕で動作します。もう一回いきます。こっちのリアルタイムの、まあ、監視しているので言うと、これ 400W のストロボですけど、 500W ぐらい一瞬引っ張ってきている感じですね。もう一回いきます。ちょっと連射していきます。うん、だいたい500が頭かな。なんでやっぱこれ 400W のストロボですけど、単純に 400W 引っ張ってるわけじゃないんですよね。 500W セカンドとか引っ張ってるんで、まあその辺がこういうポータブル電源の、まあ、電力に引っかからないかどうかっていうのを、まあ、確認する必要があるっていう感じですね。この辺はぶっちゃけストロボにもよると思うんで、もっともっとチャージの早いストロボだと、もっと瞬間的に引っ張ってきてるかもしれない。こいつもプロップにして、じゃあ今2投目、ちょっと明るすぎてあれだな。こっち側向けるか。明るすぎてあれなんですけど、モデリングライトが。まあ、モデリングライトフルで光らせた状態で、両方フル発光です。で、今ここが 100W セカンドになってます。動作っていうのが。じゃあこれ2投一気にフル発光で光らせてみたいと思います。いきます。せーの。もう一回いきます。もう一回いきます。測れてるので言うと最大800か900ぐらいかな。900超えありましたね。うん、2灯フル発光でも全然不発もないし、あのオーバーロードで止まることもないですね。ちょっと続けて発光させてみます。なんかちょっと動作が変な時あった？全然余裕ですね。なんか連続発光でチャージしきってすぐに押すと変な動作することがあるけど、もう一回連射してみましょうか。めっちゃファンが回り始めた。あ、なんかこういう感じがあるね。でもゆっくり、まあ余裕持って光らせてやる分には、
問題なさそうです。ちなみに今発酵させて、ちょっと待ってよ、モデリングを1回切りますね。ちょっと切りのいいところまで。はい、じゃあ今これ 91% になったので、ここからちょっと連射して、1% 減るのに何発かかるのかテストしていきたいと思います。いきます。17発打った時に 1% 減りました。なんで、まあ、単純に考えたら、連続で打って単純に考えたら400ワット2発フル発酵させたら1700発発酵させることが可能っていう感じですかね。これはグッドじゃないですか。外ロケでも全然使える、むちゃむちゃいい。うん、まあストロボのテストはこんな感じですかね。はい、ちなみに今これさっきから使っている LED の照明をこいつにつなぎ直して今動作させておりますが、今 8% で動作させてます。でここ見えるかな、ここ今ね残り 90% の容量で、今 8% 38Wsec ぐらいで動作してるんですけど、ここにね11アワーって書いてあるんですけど、11時間、これが何かっていうと今の出力で動作する目安の残り時間になります。ストロボとかだと常に一定の電力を使ってるわけじゃないんで、ここの目安っていうのは本当に何の当てにもならないんですけど、 LED とかだと残りの動作時間の目安になるんで非常に使いやすいんじゃないかなと思います。ちなみにこの今ね種類の A200R っていうのを使ってるんだけど、これ 100% にしてやると5600Kで消費電力が 250Wsec を超えるぐらいになるので、単純に光量 200W の光量の LED だからフルで 200W 使うっていうわけではないみたい。ちなみに 10000K にしてもまあそんぐらい、同じぐらい。 2000K とかにすると 100% でも 60Wsec ぐらいですね。って感じになります。あとはこのポータブル電源、今このロケ撮影でストロボが動くみたいなのも言いましたけど、まあ利用価値として言うと、僕の中で言うとこういうのね、これあのさっき話にも出た AD400Pro のバッテリー、こいつを充電するアダプターなんですけど、まあ専用品なんですよね。で、あでもこれ DC だからいけんのかな、 25.2V だからダメだ、これは使わなきゃいけないと。でこれ AC なんですよ。まあこういうのがこれ空になったら出先でもう充電できないじゃないですか。っていう時にこのポータブル電源があれば、まあこの AC につないでやれば充電できたりとか、まあ車でもね AC コンバーター使えば充電できるんですけど、まあエンジンをかけておかないとバッテリー上がりの心配があったりとか、バッテリーに負担になったりとかするんで、まあそういう意味でもこいつ1台あれば安心できるかなと思います。まあパソコンとかもね出先で使ったりするときに、まあいくらでも充電できるぐらいの容量なんで、まあ安心感あるかなと思ったりします。あとはもう一つね、知り合いのカメラマンさんから聞いた話なんですけど、スチルで言うと必要な電源ってそんなに多くないというか、まあ必要なスタジオとかだったら必要な分いくらでもあるんだけど、必要になるね、スチルで電源がたくさん必要になるような現場ではあるんだけど、まあ会場に行って撮影するみたいなスチルで言うとそんなに電源は必要なかったりするんですけど、映像だとむちゃくちゃ必要じゃないですか。台数あったり、まあカメラだけじゃなかったり、もう電源必要な機器ってありとあらゆるものがあるんで、まあそういう時に知り合いの映像のカメラマンさんはこのポータブル電源っていうのをなんか 2,3 台持ち込んで、使用していました。なんか話聞いてみると、会場側に電源くださいっていうのが結構大変というか、大規模になると、まあ、いちいち自分らのために用意してもらうのもなんか大変だったりとか、他で使ってるのからこう引き回してくると電源に不安があったりとか、なんかそういうのも限られてるんで、なんかそういう時に安心できる電源を用意するっていう意味で自分で持ち込んでるって言ってました。その使い方めちゃめちゃいいなと思って、まあでも僕はどっか会場に入るみたいな撮影ではそんなに電源は使わないんですけど、まあ僕の利用用途で言うと、まあ、こういったモノブロックストローブが非常時に使えるっていうのはめちゃめちゃいいなと思ったし、まあ、何よりこれバッテリータイプのこういう 400W とか 600W のストロボってそこそこ値段するんですよね。こういうスタジオ用のライトの方がまあ比較的安価で、まあ、光の質とかで言うと、まあ、いいやつがまあそこそこコスパよく手に入るみたいな感じで使用していたりとか、あとは僕の仕事で言うと外ロケでライティングするみたいな仕事ほぼないんですよ。ほぼない。
なんですけど、一応そのまあロケ用に2頭バッテリータイプのやつ持ってたりとかするんだけど、まあじゃあそういう使用頻度少ないところにそういうバッテリータイプのモノブロック高いやつを用意しとくかって言われるとちょっともったいないなって気もあるんで、まあこういうねスタジオ用のやつが非常時には外でも足せるっていうのはむちゃくちゃありがたいなと思いました。うん、はい。まあ撮影に関してはそんなところなんですけど、まあ一般的な利用用途でいうとアウトドアシーンで、まあ、充電気にせずに使ったり照明明るくしたりね、あのキャンプの時とか、あとはなんか災害時の非常用の電源としてみたいな利用用途も、まあ、むちゃくちゃ活躍するシーンとしてあると思うので、お、ファンが動作した。うん、まあなんか撮影の、あのサポートアイテムとして持っといて、まあ、非常時にも備えられるっていう意味ではすごくいい製品かなと個人的には思いました。はい、ちなみにこのポータブル電源いくらだと思いますか？僕ポータブル電源ってめちゃめちゃ高いと思ってたね。こういうのを動作させるってなるともう相当高いのが必要になって、まあ、じゃあバッテリータイプのストロボ買えばいいじゃんって思っていたんですけど、これねセールの時だとこのリバープロ2ってやつが5万6000円ぐらいで買えるの。これめちゃくちゃ安くない？定価が8万8000円ぐらいなんだけど、まあ、このモノブロックストロボっていうのを2とあの発光させることができるポータブル電源っていうのが、まあ、5万6000円、6万円切りで買えるんだったら僕は全然本当に一つの撮影機材として大いにありだなと思いました。まあ、撮影の現場でいうと生きるシーンっていうのはめちゃくちゃあるんで、まあ、アウトドアシーンとか、まあ、もうもろポータブル電源欲しかったみたいな人以外、僕みたいな家出ないけど、まあ、撮影の仕事とかでちょっと興味あるみたいな人はぜひチェックしてみるといいんじゃないかなと思いました。今日は、このエコフローのリバースプロっていうポータブル電源をご紹介させていただきましたが、みんなどう思ったかぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいなと思います。はい、ということで、この写真を撮る宮田さんのチャンネルでは写真とかカメラの話、まあ、気になるガジェット、まあ、こういう個人的に興味のあるものを紹介していくチャンネルになっておりますので、面白いなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいなと思います。まあ、撮影だけじゃなくて、非常時にも活躍するポータブル電源ぜひチェックしてみてください。はい、ということで、今日の動画はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。宮田でした。バイバーイ。これはね、結構僕はもう本当にあの個人的にめっちゃ気になってた部類の製品だったんで、あの今回こうやって検証することができてよかったです。まあストロボってね、なんか動作電力分かりづらかったし、僕もよく分かんなかったんですけど、まあこんぐらいだったら光るって感じですね。ぜひ皆さんの撮影の参考にしていただけたらなと思います。はい。